曜日の午前1時37分ですね。はい、ちょっと、ま、これ一番困る状況で一番声が出せませんので、ちょっとこれで失礼します。はい、ただいまですね、母が起きている状況で、吸血鬼すぐ死ぬの9話見終わりましたんで、ここからは月とライカとノスペラというの9話見ていきます。はい、自己紹介。僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。一生瓶に塗ってジャグリングしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。テレビには25回くらい出ました。この本の著者であり現在40歳、芸歴16年目、マジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員を辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響で事実上の無職状態、貯蓄を切り崩して生活してます。めっちゃめちゃ自粛してますが、その自粛中にアニメにハマりまして、約1年8ヶ月で540作ほどアニメ見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクター頑張ってます。はい、こんなことしながら頑張ってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど全て説明文にまとめてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。そして過去のアニメリアクションに関しては、再生リストにですね、作品ごとにまとめてますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。ただしほとんど消えてます、ごめんなさい。はい、そして来年の9月にはどでかい発表があるんで、そちらもぜひお楽しみに。はい、それでは行きましょう。 D アニメストアです。
ープニングに松ぼっくり映ってた先週のやつね。果たして、ミハイルね、ローザン、リフワ、リフカイ、リフカイ、やったね、リフ。どういう意味？下の上じゃ蜂蜜こう。イリナにね。厳しいね。そうそうそう。イリナ可愛い。イリナが可愛すぎる。逆バンジー的な。遠心家族か。イリラのパラパラ漫画やね。入るね。
ちゃう。ちゃうか。尊い。あ、ナタリアさんや。尊いね。トゲだらけの情熱。ローザは訓練に参ってきてない？ん？あ、霧もみや。ローザか。大丈夫なんかレフ。ああよかった、打撲か。中将ね、この人はね、分かってるよな。あれね、今回で距離が縮まるかな、二人の。
時代かな。ほんで、イリナにも、あら、あら、ローザー、ちょっと、いやーローザちょっと今回株爆上がりですよこれは。まあ多分イジナーはまだやっぱローザのことは何か見とるぞ。やっぱりあのこと、処分されんの？なんやねんこいつ。お、ナタリアや。ナタリアはなんか知ってんのかな。おお、粛清やな。そんな話聞いてない。2月27日。ナタリアは結局何者なんやろ。いやいや、嫉妬してるやん。これ嫉妬してへん、これ。やっぱり処分されんの？そうなんや。ほんまか、ほんまか、これ。え、2日後やん。
ほんまなんかな、嘘じゃないよな。アーニャ流の気の使い方かな、これは。いやー、尊い尊いねー。これ嘘ちゃうかな、でも処分されるとかちゃうからな。30分前か。輝いて見えてるね。わあ、来週デート会かな。わ、かわいい。あ、やっべえ、もうイリナ尊すぎる。ああ、デートやね。なんやこのサブタイトルは。ちょっとなんやこの不穏なサブタイトルは。冷たい春やと。今とりあえず今回は、まずリフがね、まあ、候補の3人に選ばれたということで、まあ、3番目でしたけどね、まあ、イリナはそれをまあ素直に喜ばずというか、あの本人の前ではね、まあ、それはアーニャがあのバラすというか、なんというかね、それベルカコで松ぼっくり投げた時にごっつい心配してたんですよっていうのをねバラされて、まあ、そこで、ね、あのイリナがなんや、あれはこけたんかな、ちょっと、ね、頭から雪ズバンかぶって、可愛かったですね。ちょっとイリナが尊すぎる。さあ、そして一方、ローザ、今回ローザの株が爆上がりでした。ほんまローザ嫌いでしたけど、そのイリナにもいらんことばっかり言うて、まあ、それが、まあ、
レフにね、あの切りもみ状態のところを助けられたことで、まあ、レフに本音を話すと、本音ですよね。でまあ、ローザはその空軍に入った時からやっぱ男どもにバカにされてと、やっぱ時代なんでしょうね、そういうね。でそれによって、まあ、あの負けへんというふうなことで、まあ、周りを、見下して自分を守ろうとしてた、強く見せようとしてたってことで、まあうん、まあこれまでレフリーひどいこと言ってすまんと、ごめんなさいと、ね、イリナにも謝りたいっていうのがもうめっちゃ良かったし、でちゃんとねイリナ、そうね、イリナね、名前があるのよねということでね。いやちょっとローザとイリナの若いシーン見たかったな。まあそこにちょうど来てたけど、あれはちょっとイリナ的な勘違いかな、勘違いしてしまったかな。うん、だからちょっと今回はほんまにもうローザが僕の中では爆上がりでしたね。非常に良かったです。で一方、まあイリナは3月1日付でサングラードに働きに出る、なんかチーフなんたらに気に入られて言ってましたけど、これ嘘やろ、嘘やから、まあ多分話し合わせてくれたからアーニャにありがとうって言ったんでしょうね、きっとね。めっちゃ不運。次のサブタイトル冷たい春って、なんかイリナが意味深に泣いてるし、これやっぱり処分されんのかな。いやまあちょっと僕の予想としては、まあイリナ処分が決定になって、まあレフがちょっとそれを全力でどうにかして阻止するという流れになるんかな。すんなりそのね撤回とはならんでしょう。前回か前々回かね、なんかN44 のその処分の、路線は変わらないみたいな、なんかそんなこと言ってたはずなんで、いや不穏やわこれは。ああはい、まあとにかくイリナがとにかく尊いです。ほんまにイリナ可愛いな、ツンデレというかなんというかね。ただちょっと今回はもうそれよりもローザがちょっと上回った回かなと、はい、思います。はい、ということで月とライカとノスフェラーテの9話でした。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、まあ現在大道芸業界死んでます。僕はね、バイオジェバーガーで10話のリアクション動画を昨年3月27日に投稿したところから、アニメリアクション始め、今で1年9ヶ月目に入ってますが、先月ですね、1年7ヶ月目にして1年5ヶ月分の動画を失いました。まあ著作権のね警告ペナルティを受けまして、正直 YouTube のペナルティ警告のやり方にはもうほんまにね不満しかないです。汚い、せこいです。まあ、これは言い続けていきます。はい、ということで、ね、詳しくは10月5日6日に、ライブ配信で1426本の動画をね、僕は337日分もう自らの手で消すという地獄を味わいました。はい、でまあ、それによりねもう精神的なダメージまあまあ受けたんですが、今はまた根性を入れ直して一からやり直してます。はい、こうやってね母とワンルームで同居になったと、ここ僕の家ですよ、僕の家ですよ、言っておきますけどね。はい、母とワンルーム同居になってからもうこういうどでっかいハンデがある中で、こんなことをしながらじゃないとできないアニメリアクション、はい、今やってます。一からとにかくやってコツコツやってます。はい、で名前も2桁地獄再生でもくじけないにしました。再生数は相変わらずずっと2桁のままですけどもね、負けずにコツコツやっていってますんで、皆様ぜひとも応援そしてご協力よろしくお願いいたします。はい、一緒にアニメ楽しんでいきましょう。はい、ただ僕はね大道芸人パフォーマーが本業ですから、よかったらホームページ見てください。もう PV だけでもいいんで見てください。そしてね大道芸に興味を持っていただければ嬉しいですし、僕に興味を持っていただければ最高です。はい、ということで、以上マジ大道芸人浜間でした。最後までどうもありがとうございました。